はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、メダリーグのね動画ちょっと撮ってみようかなと思ってるんですが、現在は レジェンドリーグには行ってて、レートが1554、ランキングは3004位ということなんですが、ちょっと気づいたことがいくつかあって、一つは、やっぱりねレジェンド到達したらやめてるプレイヤー結構いるなっていうところなんですが、まあ、ざっとね2000人ぐらいかなと俺は思ってて、まあ現状だけどね。っていうのもここ、あのね1499位に落ちた時があったんですけど、このね12ポイント下げられた時に1511ポイントから1499ポイントになったんですけど、1499ポイントってレジェンド辞めしてる人のギリギリ下なんですけど、この1499の時の順位が6800ぐらいだったのかな。でその前の1511の時は、3000何百位だったので、まあそのねあの12ポイントの間に、3500人ぐらいいたっていうことだとは思うんですが、単純にねこれ密集してるっていうよりは1500で、上がってねそのままやめちゃってる人っていうのが、まあ、全部とは言わないけど半分ぐらいそうなのかなって思うと、半分以上かなって思うと、まあ3500だからまあ2000人以上は、今回もねちょっと現状はレジェンド辞めしてる人なのかなというふうに、思ったりしてますという感じかな。ただまあね報酬ラインとしては、1000円から5000はね一律なので、1000以内を目指せないなら別に確かにねレジェンド辞めで問題ない気はするんだよねっていうところなんだよね。まあでもとりあえずね、何試合かちょっとね動画で、撮っておこうかなということでやっていこうと思います。今回は、リーダー機にねあの例の脚部をつけてみましたって感じかな、前回の編成からね。で、ちょっとね最初に見てみるか。まあ、シアン一式と、星4止まりですが、脚部をバジュラーにしましたという感じの編成が、まあ、リーダー機で、リーダー機は、正確アシストにして耐久重視で、やってますという感じかな。で、こっちがねアタッカーで、まあ、多脚スパゲティにして、あとはあのアークビードル一式とで、エクスプロードだけ星3ですって感じかな。でここは、パワーのねムーンメダルを使ってますといったところですね。で最後がまあちょっとサポートより、まあやることなくなったらサイバーコア打つし、基本的にはサンダーショットでね相手の妨害役を逆に止めに行くと、で、射撃ガードある時に備えてデストロイも乗せてますという感じかな。ただまあこっちはね、サンダーショット以外はね星3止まりなので、まあ結構ねあのまあでもいい感じに活躍はしてくれるけどね、このサンダーショットもデストロイもっていう感じで、まあこれでやってます。じゃあ行きましょう。結構ねリーダー機頭ワンパンとかでねがっつりやられちゃう時とかがあるのでね、まあその辺はちょっと運かなと。サンダーフリーズ、これがアタッカーか。で、妨害クリア、レストア、ディスターバンス。なるほど。そしたらね、ライフル、どうしようかな。サンダーフリーズ役をサンダーショットで止めに行くか、それとも、サンダーフリーズ役に攻撃集中させて落としちゃうかのどっちかなんだけど、そしたら一応ね、ライフル、パワーライフルを、妨害役に打ち込んで、サンダーショットは相手より早ければここを止める感じにしよっか。でもバジュラーは星5だし妨害クリアしてくるなきっと。そしたら、サンダーショットもサイバーコアもねちょっとディスターバンスやられる可能性もあるから、まあもういいや、デストロイで、上を殴っていこう。ロボタロー、全員で、妨害役を削りに行きますと。ディスターバンスね、危ない。サイバーコアにしないでよかった。でとにかく一番上の機体を、フリーズ、リーダー機ちょっとやだな。はい、でサムライブラストだけになったので多分一
番上はもう何もできないでしょう。まあメダコスがね、何か、ね、来るかもしれないけど、メダコスなんだろう。あ、クワガタか。じゃあ大丈夫だよね。じゃあ次は多分下は妨害クリアしてくると思うので、真ん中のアタッカーのパーツをね壊していけば、勝ちが見えてくるかなと。だよね、妨害クリアだね。でパワーライフルリーダー機に来なくてよかった。どうしようかな。あー、ギャーそうなんだよね、リーダー機氷漬けのとこにハイパービーム打ち込まれてやられましたと。これでね6ポイントか。まあ6ポイントならまあ許すか。次行こう。レジェンドリーグ、1100位か。まあ一応格上。プレスナパーム、ハイパービームはビースト一式で、フリーズフリーズ、なるほど。でサンダーショット、サンダーショット、なるほど。そしたらねどうしようかな。真ん中をサンダーショットで止めに行って、下を、パワーライフルで壊しに行くかでいいかな。まあ、真ん中ね、ひさきちゃんだったので冷却だから一応先に動ける可能性があるんじゃないかなと。ロボタルファイト、ファイト。お、先に動けそうだね。オッケー、まずは下は壊してサンダーショット止める。あとはもう上をね、おそらくリーダー機であろうやつを、あ、自己防止でサイバー壊しとくか。なんかさっきみたいなビーム貫通あると怖いので、自己防止で、サイバー壊しつつ相手のね、アタッカーの下に攻撃を打つと。あー、ハイパービーム怖い、かすりよしよし。そしたらそろそろ真ん中動くかもしれんからサンダーショック打ってこうか。動いた。ちょっとやっぱリーダーキフリーズか、怖いな。ただ、壊す。あー、サンダーショックかける。 OK、 脚部壊して動き遅くなった。じゃあまあ上にサンダーショックでいいか。サンダーショット、ハイパービームで行こう。これでとりあえず回避はできなくて食らう。まあ防御はするよね。はい、オッケー。ちょっとねこっちのリーダー機が氷漬けになってるのね、怖いんだけどね。はい、オッケー。お、16は美味しい。次行きましょう。置いてみてよろしいですね。はい。あー、ちょっとダイヤモンドマッチング、これ負けると辛いんだよね。デストロイ、サンダー、射撃ガード、モーゼでメタビー、あ、いや、もう片方の腕も違うな、デストロイがついてるな。でこっちはビーストしか、ねどうしようかな。多分リーダー機は一番上なんだけど、射撃ガードが嫌だ。ちょっとね射撃ガードの機体に、まずは復興しておこう。ファイト。あ、サンダーか。あ、頭ぶっ壊し、 OK。 パワーライフルやめてくれ。うわっ、あー、危ない。ちょっとリーダー機が結構やられてるけど、怖っ、頭700効かないじゃん。両腕ぶっ壊れてるし。ちょっと待って、これどうしよう。まあ頭打つしかないんだけど、まあ、真ん中攻撃攻撃で、サンダーショットで上を止めに行くか。おお、怖え、リーダー機に行かないでよかった。そしてまあとりあえず相手のビースト止めて、まあ今のうちに
数を減らしていって、どうしようかな。ファイバーコアでもいいけど、まあ下が壊れて上に攻撃いく可能性もあるから、ファイバー、どうしよう。あーでも貫通防止しといた方がいいよね。近くで通っちゃった後は怖いから。あーでも一発で倒すやんならサンダーショットでよかった。これで動いちゃうから。さあ、オーチャージ危ない。はい、まあ OK かな。これは勝ったでしょう。ね、ダイヤモンドと当たるときが一番怖いんだよね。がっつり下がるからさ、負けると。はい、オッケー。まあ2勝1敗か、動画中では。そうだね、まあ1567。じゃあ次ラストにしましょう。いくぞ。ポイント見てよろしいですね。なんでダイヤなんだ。あ、しかしこれはボーバニと一式全部星5。これはまあ頭バッテリーレーザーで、デストロイか。一番下が星2のまま運用してるから、ただのガード役って見ると、まあリーダー機は一番上だよねっていうね。まあ星5デストロイだけ星3か。この機体の扱いはどうするか。まあとりあえず、リーダー機に、火力集中しつつ、まあガード役が射撃ガードだった時に備えてデストロイか。いやでも星2だからこれ動き遅いよな。むしろサンダーショットで止めちゃうか。ロボトルー、これでいきましょう。さあ、OK。そうだね、下が射撃ガードだったとしてもこれで OK。で動き止めてる間に、さっさとリーダー機を仕留めに行こうっていうことでいうと、もう全員リーダー機攻撃でいいでしょう。あっと、怖えこれリーダー機当たるとね、ワンパンされちゃうからね、怖いんだよね本当に。こういうのでね、ダイヤモンドに粉砕されるとすごいテンション下がる。これどうしようかな。まあ止めて、もうこれでね回避はできないので、防御したところで粉砕できるでしょう。おっと、危ない、カットガードだった。よかった、射撃ガードで待って。ってことでね、まあ、リーダーは当たりと。ふう、ほとんど上ね。3ポイント3ポイント。これがな、なんか負けるとグンって下がるからね、ダイヤモンドにやられると。なんか頭ワンパンがあったんだよな。どこだっけ。あ、もっと前か。あ、じゃあ今回はなかったか。前回のメダリーグかもしれん。っていう感じで、まあ今んとこね、レート的には1570で、ランキングは2700番台という感じですね。これをね、ちょっと1000以内に持っていくのは結構大変な気がするけど、まあでもね、これからレジェンドにね、上がってくる人が増えるかもしれないので、まあ5000以内キープする意味でも、まあ1600ぐらいは、レート上げておきたいかなと思います。って感じかな。でね、一応ね、今回、前回ね、オリジナル機体3機は、まあ、研究地1000にしてたので、エアプテラをね、周回して、エアプテラのね、研究地は久々に、1000まで上げましたと。で、ランドブラキオとアタックティラノなら、まあ、ランドブラキオの方上げたいけど、まあでもね、ちょっとね、フレガチャも回したいんでね、まあ、フレポ周回か、ランドブラキオ周回か、今ちょっと迷ってるとこですって感じかな。でね、まあ、結構ね、やっぱりね、激闘に関しては、なんつうんだろう、動画上げてる人たちね、この機体から1000にしましょうとかね、そういう感じのことを言ってたりはするけど、どうせ合金足りないから、なんか星3やめとかもありだと思うよっていう話はあるかな。星3やめだったら、研究値100でいいから、まあ、どうせ星5にするほどのね、合金がちょっと足りないよっていうんだったら、まあ、ガチャから出てくるね、星3と同じレベルまで上げれるように、
研究値100まででやめて、なんか欲しいパーツねちょこちょこね選びながら取っていくっていう方法も、俺はありかなと思ってますってことでね。だからねアンチエもね100までだけちょっとねランドブラッキーを回ってもいいかなとかは思ってますって感じかな。はい、というわけで今回はねちょっとねメダルリーグ3試合4試合かな、動画撮ってみましたということで、終わりにしようと思います。ありがとうございました。おい。